G7 広島サミット開催に伴う交通規制のため、通勤・通学に影響があるとして、広島市は一部の学校に対し、臨時休校を検討するよう要請しました。県警はきょう、関係する44の機関と交通量抑制について話し合いました。出社する社員を半分に減らす取り組みを決めた企業を紹介したほか、バスや路面電車の減便や運休を踏まえた対応を呼びかけました。一般道の交通規制に伴い、赤色のエリアでは著しい混雑が予想されます。これに伴い、広島市教委はエリア内の小中学校合わせて37校に臨時休校の検討を要請しました。期間は5月18日から22日までです。一方、エリア外の学校は原則通常通りとし、必要に応じて休校にすることを可能とします。期間中、広島市では給食の提供を中止し、弁当の持参を依頼します。また、すでに中区、南区の小中学校は休校を決めています。主会場と同じ宇品島にある元宇品保育園は休園。その他、86の保育園と認定こども園については、登園の自粛を依頼します。広島市教委は、交通規制により通学路の安全が確保されないことや、渋滞により教職員の通勤に影響があることなどから、休校要請に踏み切りました。休校するか否かの判断はそれぞれの学校長に委ねられます。